くぎみやたから1947年9月13日は日本の牧師アメリカ南メソジスト監督協会の最初の日本人監督祈りの生涯を送った関西学院とのつながりが強い大分県北天辺郡海添村内畑にくぎみや伝志郎を父・茂を母として生まれた幼名は和作父は役所で土木関係の仕事をしていたが 大分県での勤務を命ぜられ、大分へ移った。そして、転勤のために、小倉県、福岡県、さらに津島に引っ越した。1882年再び大部に戻り、父は別府浜脇の村役場に勤めた。1885年に、父親が急死した。残された母と祖母と達夫の三人家族で、貧しい生活を始めた。明治18年に、 大分尋常中学校が新設された。釘宮家は貧しかったが、母は達夫の願いを聞いて入学させた。しかし、経済的に困窮して2年で退学した。1887年に中学中退後、裁判所に就職した。この時、大分中学の英語の教師の SH ウェンライトに出会う。友人の柳原直人に誘われて行った教会で、 聖書に出会い、入信した。1887年に、柳原奈美を、来島武彦らと共に洗礼を受けた。1888年には、大部、B 教会が設立された。1889年をそかに、大部、B 教会で、W.R. ランバス宣教師らと、除役東会で祈っていると一同が、精霊体験をする。これが後に言われる。 大分リバイバルである。1891年、電動車になることを決心して、1892年に母と共に、神戸に住み、関西学院に入学、学院長の JCC ニュートンに育てられる。その後、渡米し、トリニティカレッジに入学した。帰国後、電動車になり、広島から初めて、全国を巡回した。 1934年には、米国協会総会に訪問しとして渡米した。帰国中に、大西洋を渡って、ヨーロッパ、パレスチナを回り帰国した。その後も朝鮮、韓国、満州国をも巡回伝道している。1941年、太平洋戦争が始まった頃、くぎは、関西学院の講師と関西学院教会の牧師に就任した。 1944年になると、学院教会の教授たちも疎開を始めた。関西学院の校舎は、海軍ヨカレンに使われ、校舎の一部は軍に徴用されて、米軍の空爆を受けるようになった。釘宮の健康は、食糧難によって蝕まれた。空襲が激化すると、釘宮の牧師館で礼拝を行うようになった。1947年に、急性肺炎で病床についた。 常に喜べ、絶えず、祈れ、すべてのこと感謝せよと言いながら、9月13日死去、した。釘宮の葬儀は、関西学院教会の教会葬をもって行われ、遺骨は、妻と共に、薄木の墓地に埋葬された。関西学院の公式サイトより、達夫ではなく、トキオという読み方が正しい。関西学院大学の公式サイト、ウェンライトは、 公立学校の教師として来日したが、後にメソジストの宣教師になり、教文館の主観になる。日本キリスト教師大辞典。ありがとうございます。